こんにちは、粟田洋介です。今日は絵に合った額を選ぶというお話をします。私は自分の描いた絵をインテリアとして飾って楽しんでいただきたいと思っているので、どういう額に自分の作品を入れたらいいかなということを額装する際に意識しています。10年ほど前の話なんですけど、あるギャラリーの方に、作家さんは額を選ぶのが下手な人が多いから出展する作品は額に入れなくていいって言われたことがあります。なるほど、言われてみれば私自身も作品と額の色を合わせるぐらいで、それ以外はあんまり額選びって上手じゃないなと思いました。そしてその時、絵を描くセンスと額を選ぶセンスっていうのは全く別物だから、絵を描く人は額を選ぶセンスがないんだなと思い込んでた時期もあります。でも今それはセンスの問題じゃなくて意識の問題だと思うようになりました。絵を描くのには色とか形とか構成っていうのを考えて描かなきゃないので、絵を描く人は額選びのセンスだってあるはずです。絵を描かない人だって自分が好きな作品を選んでそれで飾ろうと思ってるわけですから、額を選ぶセンスだってあるはずです。ではなんで多くの作家さんが自分の作品と全然合ってない額に自分の作品を入れてしまうのでしょうか。何人かのギャラリーの方とか作家さんとそのことについてお話ししたことがあるんですけど、多くの人が言っていたのが、何も考えずにただ家にある額に作品を入れてきてるだけだからだって感じのことを言っていました。なるほど、確かにそうなのかもしれませんね。だからセンスがないんじゃなくて無頓着なんですよね。私は額選びって服選びと似てるなと思います。額装っていうのは作品に服を着せるみたいな感じだと思います。まあ作品におしゃれをさせるみたいな感じですね。すると面倒くさかった額選びも楽しくなるんじゃないかなと思います。もしかすると額装に無頓着な作家さんって、作品が良ければ額なんて何でもいいや、入れなくたっていいやみたいな、そんな感じなのかもしれません。服だったら人間は中身が大事なんだから、服なんか何だっていいって言ってるのと同じ感じじゃないかなと思います。そういう考えもありだと思うんですけど、作品に合う額を選びたいのであれば、その無頓着なところからちょっとこれからお話しすることを意識するだけでだいぶ変わるんじゃないかなと思います。私も自分で気づいてそれを意識するようになってから、まあまだまだですけど、以前よりも額の選び方が上手になったんじゃないかなと自分で思っています。ではちょっと説明しやすいので、服選びを例えにお話しさせていただきたいと思います。額が作品のお洋服と考えるなら、まず大事なのは似合っているかどうかということです。例えば色、形、デザイン、サイズ感とかですね、それから素材とかそういうのですね。それから服は TPO っていうのがありますが、フォーマルかカジュアルか、高級なものなのか庶民的なものなのか、お洋服にも額にも高価なものから低価格なものまであります。まあ値段だけじゃなくて、その雰囲気とか、私たちが服を着るときもどんな服を着るかで印象が変わると思います。作品だって同じです。どういう額っていうのもそうですし、その額に入れた時のイメージでその作品がどういう風に見えるのかっていうのを自分で感じて考えていくといいと思います。で、服が TPO って言ったんですけど、どういう場所へ行く時にどんな服を着るっていう感じで、どういうところに飾る時にはどんな感じの額に入れるとか、あとはどういう人にアプローチするのかとかね、そういうことでも結構額装選びっていうのは変わってきます。でも一番大事なのは、その額に作品と額が似合ってるってことですね。正直私は額装するときに TPO みたいなことはあんまり考えないでやっちゃってます。でも作品に合ってるか、どういうイメージにしたいのかっていうことは考えます。例えば作品が美しいイメージであるとか、可愛いイメージであるとか、かっこいいとか、面白いとか、おしゃれとか、真面目で硬い感じなのかとか、クラシックな感じなのか、モダンな感じなのか。だから色合わせも大事なんですが、作品の印象っていうのも額装で大きく変わってしまうことがあると思います。なんかよく聞くのが、作品の印象があって出すにはシンプルな額を選ぶといいということですねと結構いろいろ言ったんですけど、私は最終的にその額が作品と合ってるかどうか、そこが一番重要だと思っています。でちょっと後ろに私の作品が飾ってあるんですが、ちょっと私の作品なんで参考になるかわからないんですが、ちょっと具体例として挙げてみます。
ちょっと光っちゃうんでガラス外してあるんですけど、これ立体額なんですが、この絵は茶色の部分が多くて、ナチュラルのこの木目、茶色と合ってると思ったので、これにしました。で、これは割とシンプルですね。あとシンプルといえば、これは白黒なんですが、マットと額の色は黒ですね。で、ちょっと合ってると思うんですけど、グレーのマットに白のフレーム、それでも合ってると思うんですけど、ちょっと雰囲気が変わると思います。あとはわざとカラーの額にしてもおかしくないと思います。その色っていうのが結構出るんで、何色を選ぶかっていうのが結構大事になると思います。白黒以外の色や木目調、金銀などの額も白黒の作品と合うと思います。ただし、額の色やその素材、デザインのイメージが作品そのもののイメージにプラスされるため、場合によっては作品に表現されている印象やイメージが損なわれることもあるので注意が必要です。あとこれなんですけど、白いシンプルなフレームにこれマットが入ってるんですけど、マットの色は絵のバックグラウンドの色ですね。それに合わせました。バックグラウンドと同じような色の額があったら、それを使うって手もあります。で、マットの色なんかも変えて、ちょっと色を楽しんでみるってこともできるかもしれませんね。あとこれはオレンジなんですが、これは色を自分で塗ってあります。マットもこの黄色にして、この絵のバックグラウンドとちょっと合わせています。実はこの額別の絵のために塗ったやつなんですけど、たまたまこの絵と合っていたので、この額装をしてみました。この額はこの絵を見ながら色を塗ったんですけど、この額に色を塗り始めた頃は、額も作品の一部だと思って、それでこんな感じで仕上げたんですが、額も作品の一部だと思うと、適当にある額に入れてくるみたいな無頓着なことはなくなるんじゃないかと思います。ちょっとこれは私にしては高い額なんですが、この絵は茶色が使われているので茶色が合うと思ったんですが、最初はこういう額に入れていました。ちょっと入れ替えてみると分かりやすいんですが、こんな感じです。これも悪くないんですが、この額はここに余分なスペースができています。ここの色が良かったっていうのもあるかもしれないんですけど、さっきのもう一個の額の方よりもなんか合ってるような気がします。なんかちょっと理屈で説明できないんですけど、なんか感覚的にそんな感じがします。そしてこれも私にしてはちょっと高価な額なんですが、なんかこの絵は金色を使ってあって、これも金色の額なんですけど、この絵自体はモダン でこの額はちょっとクラシックな感じなんですけど、なんか合ってるなと思って自分ではこの額装を気に入っています。この絵だったらシンプルな額でも合ってると思うし、白とかグリーンの額でも合ってるんじゃないかなと思います。だけどこの額に入れることによってまた違った雰囲気を演出することができたんじゃないかなと思います。あとはなんかちょっとこういう感じの木の板なんですけど、額に入れようがないですよね。これオープンとクローズみたいな、こんなの昔作ってたことがあります。あとこれはキャンバスなんですけど、自分の家にかけるときはそのままこうやってこのままこうやって額に入れないで飾ってることも多いです、まあ、ちょっと私の額に入れた作品の一部なんですけど、なんかちょっと参考にしていただけたらと思います。まあそんな感じのことを意識するようになってから、結構私の額装も良くなってきたんじゃないかなと思いますが、今後ももっとレベルアップしていけたらなと思っています。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、それからチャンネル登録やコメントなどいただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。